リムルテンペストがいるぞ。俺さっき何も下がったんだろうな。ジャガンナとかもうファーストピックしてもいいでしょ別に。マジ何もないでしょこんなもん。このレート対負けないでしょジャガンナで。待ったら敵死ぬから。マジで言っとる。ジャングルできない方が辛いから俺負けるよ。はいガイズ、アイムフロム KS チームつってるやん。ダルンと取られたな。7 KS チームって分からん。あいめちゃ前から入ってんじゃん。どうしたのこいつ7773。ちょ、おしっこ行ってこよ。はい。Your turn to pick. Your turn to pick. おい、これもうイボカ負けたでしょ。ブルードおるやんけ。まあきついね。この列帯の雲ガシなんかな。あれ俺パーセント下がってねえな。反映が遅いだけじゃない？遅いだけか。さっき落ちてたもんな。おお出てきてんじゃん。かっこいいジャガーの音。25くらい落ちたか。見れなかったんやけど一瞬過ぎて裏に出たよちゃんと。何かん。え、さっきと一緒。これでいいん。うん、やっぱ単語6がないとダメなんか横は。ん？あ？単語何？6。単語6個あった方がいいと思ってたの。ハードプラクティシング。うわ、こいつミーパスタマーじゃん、キモ。マジ？これ負けたじゃん。相手、結構スマーフっぽい感じするけどな。情報もサブアカっぽいけど、こいつ強いかっつうとなんか、微妙なところだし。アカウント譲渡とさ、その辺全部、なんかテコ入れしたとか言ってたのに、あれまだ入ってねえの？わかんないけど、このシェーカーもそこそこサブアカっぽいアカウントだけどな。157試合で97勝。雲かなんか、やばい。雲どこいんの？とか。ああ、これ僕は耐えないと思うけどな、雲を試合壊せちゃうよ。回れなかった俺。濃いね。ワタンゴ。
斧買えなかったんやけど、もう終わりやんこんな。頑張って穴掘って。貫通さ好きやけど、この武器いいなやっぱり。ちょこんなん勝てへんや、前出ろお前、殴りに行けや。クリエ使ってえかな。いやーそれはすぐにダメだと思うけどな。インボカでしょ、いいでしょ別に。マジかわいそうに。わかった、斧なくてもラセット取ればいいんだ俺は。簡単な話なんだよ、うん、いてぇ変なったな。俺ドタを忘れてるわ、そんな攻撃あったねとか思っちゃう。取れへんラスト1本、3番取ればよかった。ついラグいな。色の3番って1番で回避できんの？できるよ。あとあのカウントダウン中に回ればいいから。もう辛くて前出れないですけど、動くってあれだな、斧とあれワンド取った方がいい。もう無視してよ、ここ。怒りの回転ワールド早すぎ。いや帰れねえかなって。これクルダン長すぎるやけど、もう終わったわ、死が見えてきた。辛そう。あんま取ろう。みんながみんなハラスしてくる。かっこいい剣に恥じないラストイットしたいと思います。攻撃力ない、こいつ50しかないんやけど、今見たらそりゃ取れねえわ。え、ジャガンこんな低かったっけ。低いね、ジャグ前やった時はマジで低いなと思った。なんだよ、してるよってこと。やだ、リムルが死んだ。リムルテンペストラストイット取れねえわ、もうダメだこれ。いけない、そっち。どけよ。いや、ラストイットでいいや。ブリブリがなんか辛いことになってんな。やっぱクリティカルがないとね、取れないね、ラストイット。買いたいけど買えねえわ。なんでこいつはすぐ諦めて下がってっちゃうの。なんだ、回った後にピコンってされてもな、何もできないですよ。はい、ムーンタイムだ、バウンティー戦ってないです。両方取りいけるんじゃない。あ、あのシェイカー来るんだったら、あ、あれいけると思う、待ったらいける。靴ないんだよな俺。いけた、ラッキー。
ラッキー。いや、ちょっと待ってや。あいつ、人使い荒すぎるわ。軽く俺700円あるんやけど。おん。あの、貸す。しなくていいや。あれ、爪とウィンドレース飛んだらいいやんけ。ウィンドレースないな。ドラム。あ、ドラムか。移動速度正義だからな。やだやだやだ、お前が来るよ、それ責任持ってな。こいつぜ、このクソゴリラ。二人とも間のあるからだるいな。やるやん、死んだ。シアードバウンティと書いてある。こんなん前書いてあったっけ。移動の方は行ってるんだったら。ああ、なんか異様に当たんなかったな。はい、回れないんだよな、ね、ちょ、無茶しないで、無茶しないで。ああ、雲が本領発揮してきたな。回りてぇ。いけると思う、これ。無理やん。クソ！いけ！あと一発するんだったな。色を変えてきた。いじめられる。サンストライク。残念。見られてた、今のステイット。ピピピ。これラストヒット取った時と取れてないクリープが取った時の経験値って変わんの？もううぜえマジで。わかんない、変わらないでしょそんな。バイバイ。ラディよりドラムだがね。マスコブマットレス買ったろかな、腹立ってきたから。ウルトマスコブマットレス、ジャキ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 。普通に火力は上がるんだよな。うわ、インボカボコボコやな。そうなんだよ、雲が育っちゃうのもうきついよな、これ。もうビリビリ買うしかないな。どこで買うかやな。おー、うぜお、クリットが出ろ、やだ。よえ、よえ。ラディ？よしラディ買おう。軽くラディいいんですか？ラディ。SUANZK って人が言ってます。ラディ？マジ？いや、サナさんが言うのは正しいかもしれない。
武蔵あるけどな。カル君クリック出ないから。武蔵あるんですけど、あ、カル君。いや、全然クリック出ないからな。あんま期待しない方がいい。カル君、行っていいですか。おお、それ、オーガメージ来るから、ちょっと殴り出してもいいんじゃないの。オムニアはタイミングに計らって、クリックいない時を狙って。うん、悪い。あの、よかった、結果オーライ。危なかった。めっちゃドキドキした。久しぶりにドキドキした、こんなゲーム。みんな、やってる。喋ってるけど聞こえない。攻撃速度遅い。ラディオいつ買うか言ってほしいよな。ラディオ買いなさいって言われても困るよな。でもドラムソクラリじゃないの。ドラムはやっぱいる。ドラムなしでラリ行くの。マジで回るしかもうなさそうだな。俺回転強くするわ。マジで言ってる。マジで見てた。助けて。で、だってダゴン勧められたもん。はい、うまい。やべ、死ぬ。逃げて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 。TP すればよかった。TP すればよかった。TP すればよかった。あー、こうどっちしたのに。いやな。かー、だっせ、今の TP ダルトだったわ。ちょっと、避けれたことに嬉しすぎて調子乗ったわ。惜しかったなぁ。お、昨日テラーでエコーに BKB 押したな。やるね。これが神の怒りである。あれ、死ぬか、死ぬか。回って4割くらいか持ってきるの。ウィンドレース強いね。強いよ。移動速度相手より速くなるからね。すぐにいっぱい上がったら。これさ、思い差し上がるんですけど、行っていいですか、これ。あ、いいんじゃない。また、うまい具合に回って、あ、クリープいないところでね、ちゃんと。うん、分かってる。まあ、運だけどな、正直。まあ、ドラム取れてからでいいんじゃないの。うん、こいつ警戒してるやん。あ、これジャッキ来るから。ちょっとワンチャンオムニから入ってもよかったと思うけどな。ああ、避けて。あー、出なかった。痛い痛い。これはどれから殴るの？ん？どれから殴るんです？いや、別にデスレートないか関係ないよ。はい。めっちゃ切れてる。切れてんの誰か。あ、もうミスった。それは。え、行くぞ、これ。行くぞ、行くぞ、行くぞ。行けないよな。なんかね、相手と殴り合って、相手がフィッシャーとか2番とか打つときに回るくらいがね、回り始めるくらいがちょうどいいと思うよ。回って追っかけるんじゃなくて。そうそうそう。いや、今のはね、そう、試そうとした、あれを評価してほしい。桜にバレてましたね。いいんじゃない、ここにいるし。なんで言ったの。じゃあ、あんなすぐ終わると思わなかったもん、久し。言われた瞬間でくさ。何買います。これ本買っていい。本はいらないか。本はまあ仲間次第じゃない。
っても良さそうだな、これ。一冊開きます。お、死んだな、あいつ。インボーカー、雲相手でも完封はされてないんだな、なんか。それなりにアイテム持ってる。これ移動速度と2つどっち？移動速度取っていい？ああ、速度の方が好きやね。やっぱ足の速さ正義だから。ドラムフェーズそれつけたらもう最速だよ。ラストイットクリット化に頼ってんだけどいいんかな。ムックンプとやってるんすね。いや、そろそろ。来たぞ、スラック。逃げろ。ほほ。逃げる手段がない。あるやん、なんやねんこれ。おお。ピンピンするハリーさ、あいつは特に来てくれるんだよ、あんまり。たまにチラッと見に来るぐらい。結構ピンピン見てるんやね、なんかいろいろ。見てるね。今回さっきよりマシでしょ、絶対。まあ確かに、セーフネいてくれたし、ね。うん。小野寺はどこ？すげえ、めっちゃ雲殺してるな、なんか。殺してるね。小野寺はファイナルファンタジーで姫ちゃんやってる。サンドキングとかいたんやな。いたね。本当は三金アースシェイカーでボット来るもんだと思ったけどね、ピック見たとき。あいつがなんか5番やってんのか知らんけど。めんどくせえ。スタンやめてよ。あいつ陰謀かっこねえな。半端買った方がいいかもな、これ。まあ半金殺したいんだったら買えば殺せるかもね。ブリブリがマジ暴れてる。ジョン小野寺くんは上海行く三段渡ってるの。小野寺あいつひよって逃げたよ。で、エンビを誘ったんだけどエンビが行けなくなって、俺が行けるか分かんないから、もうやめいいやと。俺が行かないとチケット発行できないから、ね、現地で中国人寄りつけるしかない。来てくれる人いるんかな。分かんない。チケットあるよあるよ、安いよ。あれ取られたくね。グサ大釜城来たぞ。今日見たけどね、あんた、ね、昨日か座席が指定されて、俺結構いい場所っぽいよ。早帰ったからいい席になったんかな。うーん、いけないな。結局ファームキャリーってこうなるよな。ファーム数だけになるよな。まあ聞くところはね。本当にラジ買ってんこれ。いや、スナさん正しいから。カンパ消された、消されてるかな。おインボーカー19分でセプターは普通に早いと思うけどな。暗い暗い暗い、これ当たってる当たってる。おブリンク持ってる。当たってるんやろ。いや出てたもん、エフェクト。一番の当たったエフェクトが。ダメハリネズミを死なせないように立ち回りましょう。はい、ラディでね。サンドキングしたし、来た死ぬな。一緒に行動すれば負けないですよ。お、ちょ聞こえてたのに。ザンさんが悪いわ。あいつが悪いです。レス読んだら死んだんです。今どこって聞こえたもんな。絶対反応できたわ、絶対反応できたわ。死ねえっすわ。最悪や。あいつ殺されました、レスで。やったー。おって視線戻した瞬間死ぬ。絶対来ると思ってたのに。いらないんだと思わないで。
っちゃ攻めてるな。ブーストバックがエグいな。回しな。よっしゃ、トップ行くで。あのインビジがめっちゃ不気味やけど。ここ見とけば通るから。あっ、えマジ、ちょ、CG クリップが邪魔したんです。いや今CG クリップが邪魔したんです、本当です。これレポートされそうなんだけど、いいかったら勝ちゃいいんで、うん、I think better って言ってこわ。全然自分の意見なんかないけど、ここには。どうすんねんそれって。ここです、ここです、この辺です。あ、粉これ持ってた。粉持ってたやん。どうして。あー、参勤しない。ね、でもサンさんがラディって言うんですよ。スアンさんが言わないから悪いわ。本当だよな。確実やっぱ前に立ったらこれ戻ったら死ぬな俺。雲来た。あ、死んだなこいつ。雲と陰謀か同じレベルですげーな。なんか陰謀かずっとファームしてるからね、離れて。そうだけど普通もっと雲にボコられて何もできないくらいなるんだけどな。じゃあやろうやなこいつは。こいつがやるんか雲が下手なんか知らんけど、まあ頑張ってる陰謀か。もう行くとこなくなったんやけど俺。ガル君どこ行ったらいいん、こういう時。ん、どこ行ったらいいん。下レーン普通に出ても大丈夫だと思うけど、リンクはなきゃ。もっとゲボ吐かされるよね。このガメージミダス持っとるやん。え、ミダスガチャしてなかった。してた。よし、いいぞ。どれやん。これマジでラディでいいの。やられてるぞ。あ、ここまで来たら勝つしかないでしょ。サンアド攻め込まれるなら切り替えた方がいいですね。いや俺一人行ったところでな、みんなが行くんやったら。タレント、タレント、タレント、タレント回転やな、これ回転のやつっていい。移動攻撃速度やなこれは。あ、回転でいいと思うよ。ラディークビルドだったら絶対イーブルとか行くやつでしょ。回ってる時に足のやつめっちゃ快適だからね、気持ちいいよ。回転強化ってどうなんだろうな。分からん、やるわ。タワーボコボコじゃん。回って逃げる時とか楽だしな。メリックは変える。ほんまや。でもクレー送り込めねえよ、あっちは。雲がいる。ブトくっつきましょう。ビリビリ？ビリビリにくっつくわ。行きましょう先輩。絶対倒せないけど、あれ雲セプター持ってない。持ってないよ、そんなクリエ怖。あ、クリエ生かしてなかった俺。自分でクリエ必要なかった。まだいける。やめろ、もうギリギリある。間に合うかなこれ。走れ。
これにはやめよう、こいつにしよう。ちょ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 もうドラム叩いちゃったよ。はい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 、帰ろう。あれか、大神寺のバフあるからめっちゃ速そう。とりあえずラリだな、ラリ作んなきゃ。やばくない？あーもう、うわー、大川死ぬだけか。いや、言ってるで、でも言ってんだよ。俺もあの雲誰も捕まえれねえや、あんな早かったら。ゴミヒーロー出た。もうオーシャンできんじゃないこれ。あー早いぞ、書いて異形ザルが欲しい。サンドキングいた？あ、いるやん。遅いな、出すと。もっと大きい声で。でもなんか、あっち側行ったから、サンドキング言えんかなと思って。サンドキングやったな、あれは。やばい。ダブル。回らなきゃ。わって TP すれば。もう TP 使ったよ、ゴミみたい。逃げろー。もうダメだ。ああ。つらい。回って TP だったな。先に言ってよ。いや、今日回って TP 一回も言ってんの。前に行ったんがダメでしたね。もうサンドキングにボコボコにされてるな。ビリビリでファームさっさとするべきだったんじゃない？これ騙されたなあいつに。お、いいね、そのコンボ美味しいね。おお、うまい陰謀か。リサも入ってる。やるよ、これ一回とこれなんかしゃビビできない。マジかよ。おみさし行きますよ。はあ、帰りましゅ。よしよしよし、死ななかったぞ。何笑ってんね。命は大丈夫。すげえとこからちょ短い距離 TP しちゃう。走れって。やばいやばい、やられてる。エールあったらどうしたんやろな、シェーカー。うわ、減るな。えぐいな。強いな。いけるか？よし、いくか。これ逃げられたな。しょうもないことしてなければ。これまっすぐ行っていけるかな。走れるんかな俺。あと何秒残ってる？回転もう切れるな。無理やな。ザリできたじゃん、やっと。やっとその言い方はちょっとトゲあるんじゃないですか。生徒の心が傷ついた。よし、行くぞ。入ってきた。攻撃速度遅え。ローシャンって味方が言ってたのか。25分くらいに欲しかったですね。いや、そんなんできないですよ。あ、でも結構前やな。これブレードメール、ブレードじゃねえや、回転の移動速度アップ結構強いな、これ強いよ、それ。次はイーブレか。ほんまに？まあ、多分月満タじゃない？
あって悪くないと思うけどな。まあとりあえず一応言っとくけど、俺マンタ使えないから、ね、使えないの。うん、まあ見てたら分かる。ちょっと見せてやるよ俺のマンタ。えお、あれだよ、ウェアフイローの3番ついた時とかルート買った瞬間に使うだけだよ。まあ見てろって、触って見てる。これいけると思う。あれいけると思う。マンタ TP できるからね。でも猫出てきたで。知らないよ。なんで猫出てきたよ。知らないよ。冗談抜きで後でイオン買いましょう。イオンディスクいいですね。なんでやろな。なんでやろな。不思議やな。あの時に殺しに行こう。猫出てきたでわくさ。出てきたんだよな猫。お、マジックビルドジャズって3番あたりではやらねえかな。もしやこいつら誰もかけたで俺ないここは届かない。 おラリデキル取れたじゃん。マジ、やっぱラリデ使ってよかったな。今まで真面目にやってきたからよ。猫さんマークの回復じゃ。ありがとう。絶好調。どっちどっちどっち。アーマー、ブレードヒューリー。ブレードヒューリーやろこれ。ブレードヒューリーでしょ。よっしゃ。ブレードヒューリー一択だよ。で、芝と、芝とビリビリまとっていけば最強じゃない。マジ回転に威力かけて。芝とビリビリ。イーブレつけて相手と並走するんだよ、それ。逃げる準備します。このコーチマジ使えねえ。言えや、危ねえんだったら。味方で帰るこれ。ダブル。いって。めっちゃ綺麗に決まったな、今。速攻下がるべきだったな。言わなかったコーチが悪い。いや、悪いよね、これは、本当に。こういうの目、こういう目立つ行為すると後でレポートされる確率増えるから嫌なんだよ。これ絶対 HP にしたろ。これ25は HP やね。勝てば官軍。マンタ？どうする？え、マンタでいいの？マンタでしょ。ヤシャ買うでバイバックいらんよな。いらんよ。え、いや知らないけど。知らなきゃいいんでしょ、要は。まあ知らなきゃいいよ。死ぬかな。わからん。でもすでに戦ってるしな。あの1000円のやつくらい買っていいんじゃない。世界の第4戦スパワールだぞ。本買っていいかな。いらないのかな。みんなめっちゃそんななんか買わない方がいいらしいけどね。なんでかは知らないけど。待って待って、俺なしで戦闘するな。お、捕まえたぞ。ビッキビないぞあれ。おぉ、いいフィッシャー。牛カツ食べてスパプーで泳いで仮眠して始発できろ。しゃるぞ。え、マジ？ぐる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 、強っ。ベイル巻いてくれてるからやばいね、これ。うわぁ、BKB だ。おぉ、なんでさっき使ったんや、猫。もうすかした。やだー。どこどこ、誰も見れない、見れないんだけど、こいつは。カンパがね、足りないね、正直。ダスト一人じゃきついな。最終戦しに行こう。ラジでミスりましたね。ちゃんとカンパ置いてる。ちょっと待って、俺来た意味なくないこれ。どこ行ってるんや。カンパも巻いて意味ないよ。ん？最近死んでるもん。誰が行く帰った？ブルードか。誰が行かったん。 BB じゃねえよ。ブルードマザー。ブルードマザーか。これまだ取り残されてる時代に。お、アラクリッチつけてくれてる。俺しかねえ。任せろ。え、ワンパン強いね。ちょっと誰でも持ってるし。ラックサ取れそうじゃない。
はあ、回線の時だけ切りましょう。ていうかこれビットいけてもまだまだ残ってんだよな。とは貫通式する、ワクパクってな。それはすがに無理だ。それルーン取ったがよ、ルーン。しゃしゃ、今日初めていい的確な指示が来ました、ね、あいつはバックバック行ったやつが突っ込んでたんだけど、マジなんだよ俺。セカンド取れんじゃないか。俺の TP 止めないやついないでしょ。爆笑持ってるの持ってないでしょ。もう回れればいいけど、もう回れなくなっちゃった。なんてか、いや今あいつめっちゃスペース作ってるから行けたかもしれないけど、行けたかもしれないじゃん。 100% よこせ。行ってもよかった、ね、折れたな。行ってもよかった、インボーカーが頑張って引っ張ったから。マント使えるかな。ドキドキするな。ドキドキするようなアイテムでもねえんだけどな、マントって。マント好きに行った方がいい。使えなくて大丈夫ですよ。大丈夫、大丈夫だよ。なので後でようにしときましょう。いけりー、小雲が取れました、取れました、全部取れましたよ。小雲イブル持ってないそいつ。大丈夫大丈夫、回れないからこれ。全然大丈夫じゃないじゃん。うるせえな。信じる信じる、すいません、先生に名前聞きました。何が大丈夫なんだよ、笑。やべやべやべ、どこ俺いた。見失ったろ。カンパがない。あった、待って、来い来い、おこれボトム悪いことしちゃってるんだよな。エッドギブワンチャンあるかな。いやエコーサーも来るよそろそろ。いやもうまだ上がんないと思うよ。いやすぐ上がるから。いやいやまだ上がんないよ。まだないよね、嘘だから。もうすぐ上がるから。そうやってね、みんなエコーサーもエイジキになってきたやつ見てきてた俺。まだ1分も経ってないと思う。ちょっと後ろから。覚えてないけどありそう。あー、ほんとオムニサッシュがなぜかない。猫はある。猫と和解せよ。カエル装置デッキ。俺ヤシャできてないじゃん。そうそう、気をつけて。エコーワンチャン来るから。いや大丈夫大丈夫。あー、回転。アイテムめっちゃあれだな。よしよし、アイテム取りに行ったらヤシャ。うるせうるせ、いろいろ。ヤシと出そう顔。出そうまだ買えねえ。よっしゃ、おもう M だ。あ、これは終わったじゃん。もうカウントダウンに反応できない回転。なんか終わったな。勝ったな。なんか終わりました。あ、エコ来る。クマボーイ、つらいこのゲーム。なんか勝った。ホットだ、ダブルダウンしたから。カウントダウンに合わせて回転してって言わなかったこっちが悪い。ラジ強かったな。良かったね。ブリブリが支えてくれたな。相変わらず落ち着けるのが上手ですね。あぶねえ。マジあぶねえ。やっぱ先生が最高やな。やっぱ先生いるといいね。これでカエル君のプレイ時間を減らすっていう。マジの勝利か。やっぱかっこよかったからじゃない。ラジじゃねえや、ジャガーの音。次なんだろう。おっきい。インブオのレイン壊れなかったの偉いな。あ、テラブレやぞ。これはいけますね。早く次テラブレですんで、はい、考えておいてください。テラブレもやんなきゃいけない。テラブレね、なんかね、難しいんだよ。インブオのレイン、そうやな、インブオ頑張ってたな。すまんすまん、もう今日終わりなんや。閉店や。
グラフ見るわ。ちょっと辛いグラフが残ってると思うよ。ほらダメだなこれ。多分もうちょっとうまくいけるよな序盤も。いや、うん、絶対もうちょっといろいろできたと思うよ。 なんでそれを言ってくれない、うん、いやラストヒットが取れてなかったんだもん。でそれをさ言ってくれなきゃさ、いやラストヒット取れって言っても取れないって言ったからもうどうしようもないじゃん。50しかないよっていう。そう、いやそんな言っても勘ないよ。もうちょっとねその弱者の気持ちを考えてやってくれ。あれ取れない、なんで取れないんだ。そしたらやっぱラストヒットの取り方、これ落ちてない。ラストヒットの取り方だからなんて言ってかなきゃ。ちょ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 取れた。あれ変わってなくないこれ。あ増えてるか、増えてるな。あれでもこれ星4の30ぐらいあったよな。負ける前負けて一気にゴソッと落ちた。ん？負けて一気に落ちたんかな。負けてだから十何パー落ちて、うん、ちょうどいいじゃん。だからそれまだ反映されてないんだよ。いやちょこれ上がってんじゃないの。まあ、いいや、あメダルに反映されてないのか。うん。まだ検索すんの。テラブレード教えてくれるんやろ。あれ、教えるの難しいってあれ、なんか。いけるって。イリュージョン出して適当にジャングル送りつけんだよ、全部。あ、やってんのこの人。落ちてんのかい。めっちゃ汗かいた、今の試合。もうなんかファームしたいならしっかりした方がいいですよ。プッシュは確実にできる時のみで。ほんまになんかもう全然回れなかった。すごい恥ずかしかった。その度に汗がブワッて切れてた。そんな気にすることでもないでしょ別に。いやいやいや真剣にやってんだよ。これさもうやっててもわかるんやけど、質問したところで改善することないんだよね特に。まあ、ビルドとかそういう問題じゃないんだよね。まあ結局ラストイットちゃんと取って死なないように立ち回りましょうでしょ最初。そうなんだよな。そこ細かい点で分かるからな。相手のいる場所予測とかそういうことやってりゃね、次第にできるようになると思うけどねこういうのって。いや分かってんだよ。エコースラムとか来るの分かってるよ。分かってるけどさ押せるんだよな。それはね難しいな。あれはエコーはね先読みするしかないから。あとサンドキングね、どこどこ聞こえてんの。あサンドキングの音聞こえたのは回らないといけないな。あれは最終的にはあのカウントダウンすら無理やったからな。どんどん退化してる。最初エコー回ったのに。これから上達することとかありえるんか。いやこれからでしょ。俺ラストイットに真面目に取り組んだことないからな。今から本物の俺を見せするよ。テラブレードとかレンあんま強くないよな。最初分かってるやつだったらいいけど、最初俺デラブレードは最初変身するだけ知ってるから、その後知らないから。変身する？ああ3番で変身してラストイットいっぱい取って敵殴るんでしょ。10年経って未だ進化し続ける男の字を、うん、おじさんになってからのドタニ講座。そうだよ。